今日は8時32分からケイソンから参ります。今日は潮が近いですね、当たり1回だけ。まあまだ今からねエビ巻きあると思います。ちょっと釣り人ね少なめですが、まあ、当たりはあるようですね。東石畳やってまいりました。今日はちょっと潮がやっぱり高いですね。水に浸かってるのでご注意ください。西側石畳来ましたが、今日は釣り人がいらっしゃいません。なんか棒が刺さってますね。北側やってまいりました。今日はちょっと釣り人が少ないですね。まあ、チヌはね日中なんで今からでも釣れると思います。深瀬釣りですね。深瀬釣り、餌は定番の無双とコーンですね。今日はぐるーっと回りましたが魚の姿は確認できず、今からね天気も良いのでチヌ狙いですかね。今日はねエビでも深瀬でも釣れてます。